やっていきましょう。はい。で、今日のですね、テーマなんですが、一番最初はですね、まず、嫌われる勇気ですね、まあ、最大の暴論みたいなものを一個話します。で、これは、普通に冷静に読めばわかります。ただ、追い詰められてる人がこれ読んじゃうと、精神的にね、メンタルが追い詰められてる人が読んじゃうと、信じちゃう可能性があるので、これはちょっと最初に警鐘を鳴らさせてください。はい。まずですね、嫌われる勇気における、まあ、強烈な主張の一つとして、最後の方に出てくるんですけど、あなたの不幸はあなたが選んだものだと、いうですね、主張があります。はい。要するに人間は、その不幸なんじゃなくて、今自分が不幸だっていう風に感じてたとしても、多くの人が変わらないと。で、それはなぜかっていうと、それは不幸だっていう環境を変えない方が楽なんですよ。人間っていうのは基本的には環境を変わるのを恐れるし、まあ、これは正しいんだけど、環境を変えるのを恐れるし、現状維持をしたいから、だから結局、自分が不幸だって感じていても、それは不幸であるっていう環境を変えない方が、変化に向き合わなくていいから楽なんで、だから自分から不幸になる道を人は選んでいるんだというふうに主張するわけなんですよ。嫌われる気でもね。だから、あ、私はなんでこんなに不幸なんだろう、なんでこんなに、まあね、メンタルもね、安定しないし、人間感覚もあるし、仕事もうまくいかないし、なんでだろうっていうのに対して、まあ、嫌われる気だと、それはね、自分が選んでるんですよ、とその環境をと。ね、あなたがその怠惰だから、楽をしたいから選んでるんだという話になっちゃうんですね、普通に読むと。で、これなんですけれども、これじゃあ心理学的にはどうかっていうと、まあ、心理学的にっていうか、そもそも普通に暴論です。はい。例えば、じゃあ、今で言うんだったら、ウクライナのね、人たち、国民に対して、いや、今あなた方は国 を戦争のこうね、舞台にされてしまって、プーチンに攻められて、プーチンがまあロシアに攻められて、家を失ったりとかしてますよね、と。うん。それもあなた自身が選んだ不幸なんですよ、というふうに言ったら、いや、怒られるだろ、普通にって話ですよね。まあ、それは言えるわけがないし、自分で選んだわけではない不幸ってのも、やっぱり存在するわけですよ。あとは、例えばその、生まれつき、例えば先天的な病気があったりとか、障害があったりだとか、障害まではいかなくて、例えば HSP とか ADHD とか、そういうので苦しんでる人たちとか、悩んでる人たちに対して、いや、あなたの ADHD は HSP は自分が選んだもんなんですよ、というふうに言っても、いや、選んだって言われても生まれた瞬間から決まったけどな、っていう話じゃないですか。で、共感能力がないとか、僕なんかそうですけど、共感能力が低いみたいな、だから言っちゃいけないこと言っちゃうのもそうなんですけど、まあ、それもある程度は遺伝ですよね、と。だから、すべては自分が選んだ不幸っていうのは、まあ、ちょっと暴論ですよね、完全にね。だから、あなたの不幸はあなた自身が選んだものであるっていうのは、もちろんそういう人もいるんだけれども、それをがバシッと正しいんだっていうふうに言っちゃうと、もう本当に不遇な状況、自分が選べない状況で不幸になってる人への二次被害になりかねないと。で、これはでも分かるんですよ。なんでかっていうと、自分で不幸になる人もいるからなんです。はい。これがですね、続いた話なんですが、ただし一部の人にとっては正しいんです。はい。自分で不幸を選ぶ人間なんかいないよと思う方いらっしゃると思うんですけれども、エレメンツビヘイビアルヘルスっていうまあ、会社があるんですけど、まあ、そこの会社のデビッドサック博士のですねレビューとかを見てみると、実は一部の人々はなんと、不幸にもがき苦しんで、うわ、不幸だ、辛い、なんで俺はこんな状況にいるんだっていう風に苦しみながらも、あえてそれを解決しないっていう、人たちがいるってことを指摘してるわけなんですね。だから、自分で選んで不幸になるというよりかは、その、不幸な状況を脱出しよう、改善しようっていう風に思わない人っていうのも中にはいるわけなんですよ。だから、まあ、一部には正しいわけなんですね。だから世の中には、あなたの不幸はあなたが選んだものっていう、そういう自分で選ぶ不幸もあるし、まあ、それこそウクライナの人たちみたいに、自分で選んだわけではない、勝手に訪れてきた、他者によって与えられた不幸っていうのもあるから、そこは間違えちゃいけないですよ、というお話なんですね。じゃあ、こうすると気になるのは、じゃあ自分の今抱えている問題とか不幸って自分が選んだもんなの？それとも違うのと、うん、あるいはその自分がね今はうまくいってるかもしれないけど不幸になった時、あるいは問題を抱えた時にですね、自分はその不幸から脱出しようとするのか、それとも脱出しないでね、ずっとその不幸の状態で留まっちゃうのかと、自分で不幸を選ぶ人間なのかということをですね、ピックアップする方法として、一応4つのポイントを今日はご紹介したいと思います。不幸を自ら選んでしまう人のですね、4つの特徴ということで、ご紹介したいと思います。一つ目の特徴がこちら。はい。根深い不安と自尊心の欠如です。はい。根深い不安とか自尊心の欠如がある人っていうのは、自分は幸せになるに値しないって思っちゃうんですよ。だから、幸せに自分はね、なる価値がない人間なんだ、まで思ってる人は、ちょっと気をつけた方がいいですね。心の奥底にやっぱりすごい強烈な不安があったりだとか、あとは自尊心が、すごい著しく欠如してると。うん。要するに、ありのままの自分とか、自分を圧倒的に認められないって人ってやっぱ一定数いるんですけれども、こういう人たちってのは、自分はですね、幸せになるに値しないというふうに思ってしまって、まあ、結果的にですね、幸せになれそうな解決策が目の前にあるのに手伸ばさないんですよ。自分は幸せになる価値がない
ない人間だって思い込んじゃってるんで、ちょっとかわいそうですよね。だから、幸せになる価値がない人間なんかいないんで、幸せになる価値がないんじゃないかとか、今手を伸ばしたら幸せになれるかもしれないと思ったのに手を引っ込めた経験がある人っていうのは、ちょっとこれに気をつけた方がいいですね。では続いて二つ目のポイントはこちらです。毒親に育てられた。はい。毒親ね、僕の放送では結構よく出てくるというか、毒親って言葉はね、あんまり好きじゃないんですけど、まあ、一番わかりやすいのでね。はい。確かにいることは事実なの、毒親っていうのはね。実はですね、毒親に育てられてしまう。で、毒親っていうのはどういう毒親かっていうと、まあ、しつけが過度に厳しすぎるとか、あとは非現実的な期待を押し付けてくる。親の期待を押し付ける親っているじゃないですか。自分が野球選手になれなかったから、超スパルタで子供を野球選手にさせようとするみたいなパターンとかありますよね。あれめちゃくちゃ危ないですからね。だって、野球選手になれる確率なんかすごく低いし、もうトップの人しか稼げないんだったら、才能の有無っていうのがすごい大事なんですよ。だから練習とか挑戦っていうのは、自分に才能があるかどうかってことをチャレンジする、テストするって意味でもすごく大事なんだけど、逃げ道をなくしちゃって、親からの非現実的なレベルの期待ってのに縛り付けてしまうと、まあ、子供はやっぱグレますよね、とね、いうことで、過度なしつけや非現実的な期待を持った親に育てられる、まあ、毒親に育てられてしまうと、愛と成功と不幸っていうのが同一視されちゃうっていう不思議な現象が起こるんですよ。つまり自分が愛されてるっていうのと、成功するってことと、不幸であるってことが一緒になっちゃうんですよね。要するに、親から厳しくね、しつけされたりとか、非現実な期待を押し付けられて、すごい不安とか不幸を感じてるのに、でもそれしか親からの愛がなかったし、まあ、それだけが自分の成功の基準になってしまうんでしょうね。だから、こうなってくると結構危ないので、まあ、認知行動療法とか、アクトとか、そういうのやってもらって、歪んだね、その子供時代のね、擦り込みを改善しないと危ないですね、という話でした。はい。では続いて3つ目。3つ目のポイントがこちら、トラウマです。トラウマとかネガティブな体験っていうのってやっぱ存在しまして、このトラウマとかネガティブな体験に悩まされていて、結果的にですね、不幸な現状に戻りたいっていう欲求になっちゃうんですよ、このトラウマが。要するに、トラウマを抱えたりとか、まあ、さっきの、根深い不安を抱えてるとかそういう人たちって、新しいものが怖いんですね。状況が変わるのが怖いんですよ。だから、今っていうこの現状がどんなに辛くても、そこから動こうとしなくなっちゃうんですね。まあ、実際にその動物実験とかでもそういう実験があって、例えば、犬をね、ケージの中に入れて、で、ケージの上の蓋は開いてるんですよ。だから、飛び出せば、飛び越えられるぐらいの高さになってて、飛び出せば、ケージから出ることができるようになってるんですね。で、そこで、まあ、かわいそうな実験なんですけど、床に、ま、電気ショックが仕込んであって、犬に電気ショックを与えるんですよ。はい。これ昔の実験に、今多分怒られると思うんだけど、はい。電気ショックを与えて、片方のグループの犬たちは、ジャンプして、他のところにこう逃げれば、その電気ショックから逃げれるってことをですね、教え込むんですよ。ビリってやったら、痛ってなってこう、飛ぶじゃないですか、びっくりして。で、逃げれば、電気ショックがないところに行けるというのをやったグループと、もう逃げれないようにしていたグループ、まあ、蓋とか閉めてたんでしょうね。電気ショックが起きても、どこにも逃げれないと、耐えるしかないという状況に、二つのグループの犬たちを置くわけなんですよ。で、何回か電気ショックを与えた後、今度は、特定の状況になると、電気ショックが逃げられるようにします。要するにね、今まで電気ショックがビリって与えられて、蓋がされて逃げられなかったケージのですね、犬たちの蓋を開けてあげるんですよ。そしたら普通に考えたら、開いてるんだから出れそうなもんじゃん。ところがもう、その犬たちは、要するにもう、電気ショックが怖い、怖い、でも逃げられない、怖いっていうのを教え込まれちゃってるせいで、電気ショックをビリって与えると、蓋が開いてても逃げないんですよ。逃げないでそこでじーってこうやって耐えるようになっちゃうんですね。はい。で、これが、実は人間でも同じことが起こって、子供の頃が小さい頃がトラウマとかに悩んでいるとどうなるかっていうと、もうこれ以上悪くならないようにって、自分から変化しないし、現状から動かないことを学んじゃうんですよ。学習性無力感とか言いますけれど。はい。そういう風に、不幸な現状に戻りたいっていう欲求が無意識に育てられてしまった結果、現状から抜け出せなくなっちゃうわけなんですよね。まあ、これもでも認知行動療法とかで治せるんで、はい、だから人生終わったとかはないんでね。はい。大事なのは、まあ、徐々にね、そうやってね、認知の歪みを直していくのがすごく大事です。はい。で、四つ目のポイントですね。四つ目のポイントが、こちらです。幸福を知らないっていう、もうなんか、すごいね、怖い話になってきましたけど、ちっちゃい頃からもそうだし、学生の頃もそうなんだけど、自分が幸せだなって感じることがあまりにも少なかった人たちって、どうなっちゃうかっていうと、幸せの予感に恐怖を抱くようになるんです。つまり、幸せを知らないんですよ。未知なものがいるものなんです。幸せはその人たちにとっては。で、子供の頃って、未知なるものとか、知らないものに対しても、こう飛びついていけたけれども、大人になるとやっぱり未知なものって怖いじゃないですか。やっぱこう安牌を取りたくなってくるのがやっぱり大人なんで、そうなってくると大人になるまで幸福を知らなかった人ってのはこの幸せの予感に恐怖感を抱いてしまって、で結果ですね、自分で不幸を選ぶような人間になってしまうということなんですね。はい。だから、まあ、全ての人が不幸をね、自分で選んでるわけじゃないんだけど、不幸を選んでしまう人もいるということでですね、ぜひ気をつけていただきたいんですが、今日はですね、じゃあどうすればいいのよと、
と。はい。自分から不幸になる人にはどうすれば、人はどういう風に対策すればいいのか。で、さらに、まあ、今日冒頭で言った、でも嫌われる勇気の中でも、実はこの嫌われる勇気って言葉自体はですね、めちゃくちゃ正しいんですよ。嫌われる勇気を持つことは超正しいんですね。じゃあどうやったらこの嫌われる勇気を持てるのか、嫌われる勇気を持つことがなぜ重要なのかということをですね、この後ディラボの方で解説していきます。ぜひですね、番組の概要欄、またはですね、こちらのボタンの方から、ディラボ続き見れます。ぜひチェックしてみてください。それでは続きディラボの方でお会いしましょう。バイバーイ。